朝ごはんだよ。早いけどごはん。はい。はい、ごはんだよ。違うじゃん。はい。おいしいおいしい。昨日の夜のカリカリはあまり好きじゃなかったんだね。結構いっぱい残ってたよ、かわいい。はい、ご飯食べてください。おいで、はい、おいで、カリンちゃん、おいで、おいで、おいで、カリン。なんか考えてる。はい、いただきましょう。はい、ここにあるからね。うん、いっぱい遊んでいっぱい食べてもらわなきゃね。これからですね、例のゴミ屋敷ですね、それを、ちょっと掃除に手がかりをつかみにですかね、掃除にならないかもしれません、出かけます。そしてその前に、持ち主であるその彼のところへ病院に行ってですね、ちょっと深い話もしなくてはいけないと思いますので、これからスタートいたします。カリカリ、現地に着きました。そしてですね、すごい状況なのを明るいところで見ることになりました。で、ここで途方に暮れたらいかんので、まず拠点作りだね。ここのさ、この辺、玄関のとことかの、そう、拾えるゴミを拾って、うん、袋に全部詰めて、うん、拠点を作ろう。うん、あ、その前にさ、にゃんこの方見に行った方がいいか。うん、あのさ、うん、今日のためにですね、朝から、いろんなキャンドゥに行ったり、なんかでいろいろですね、ホームセンターで、お掃除グッズを揃えました。にゃんこのご飯、はい、にゃんこのご飯を持ってじゃあ2階に行きましょうか。一切合切ないね。うん、あったよ。ご飯は半分くらいなくなってるな。梅ちゃん、梅ちゃん、ももちゃん、梅さん、あ、音がする。ももちゃん、ももさん、梅ちゃん、梅さん、ももさん、ここの電気はここで引っ張るんだったっけ？ももちゃん、ゆめちゃん、よいしょ、ご飯また置いとくからね。これさ、ベッドの上から落としちゃってるかも。うん、この上とかでしょうか。覚えてるね、あれおしっこかな。うん、濡れてないそこ、マットの。おしっここかどうかわからないけど、もう何やらって感じだからね。じゃあとりあえず、そしたらさ、うん、ちょっとお水が減ってたのね、ちゃんと、うん、はい、そしたらですね、ももさんと、梅ちゃんのためにご飯をここに置きましたよ。
ももさん、お、音がした。ももちゃん、ももさん、はいはい、はいはい、ももさん、はいはい、ん？どういう音？何の音？私の音？違う、なんか、いかがでしょうか。全部で4時間ぐらいかかったかな。ここにあった紙のゴミがすべて撤去されました。ちょっと、いい？はいはい、はい、こんな感じです。まずここを拠点にですね、これから少しずつ、はい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 はきれいきれいね。かりんちゃんきれい。